イザベラ・バードが見た不思議な国日本、僕たちが忘れかけた、そして忘れてしまうにはもったいない豊かで美しいこの国の姿がそこにはあります。東京を経ってから2ヶ月、ついにイザベラは青森県の黒石までやってきました。昨日は素晴らしいお天気で、初めて私は伊藤をお供につけずに車に乗り、とても楽しい遠出をして、山あいの行き止まり道をたどりました。難点は悪名高い悪路で、歩くか座席でひどく揺られるか、そのどちらかしかありません。車夫は感じのいい親切で陽気な男で、伊藤の言葉を借りれば、これまで外国人など一度も見たことがない地域に外国人を乗せていく晴れがましさに喜々としていました。もうずっと前から十分に気がついていることですが、日本で旅行するのは安全そのもので、かつて春日部で抱いた不安な気持ちを思い返すと恥ずかしくなってしまいます。景色は極めて美しく、陽光と彩りに申し分なく恵まれ、コバルトとインディゴ、緑がかった青、青みがかった緑の素晴らしい色調が見られて、思いがけない谷の裂け目に白い泡しぶきがちらりと覗きます。単純素朴でふるさとのような、とても心地のいいところです。上中野は非常に美しく、秋には無数にある星形の葉をした楓が黄色や深紅に紅葉し、背景の鬱蒼とした杉林では白い見事な滝が雪の吹き溜まりのように輝いて、黒い滝壺に流れ落ちています。長旅をしても見に来る価値が十分あるはずです。これほど心よいものを私は見たことがありません。苔むした素晴らしい石段が水辺まで通じており、かわいい橋と二つの見事な鳥居、数本の立派な石灯籠があって、その後急傾斜の見事な石段が山腹の鬱蒼とした杉林を通って小さな神社に至ります。ここでは何もかもにうっとりとさせられました。そしてイザベラはついに青森湾に到達します。日光を経って以来、私たちが越えてきたまさに無数の山稜も、波岡の鶴ヶ坂という地点で最後の一つとなりました。鶴ヶ坂からは起伏の多い険しい地と、深みのある紫がかった紺色の松に覆われた丘陵にほぼ囲まれた濃い灰色の海が見晴らせます。雲が浮かび、彩りは強く、空気は爽やかで冷たく、周りの土壌は泥炭質で、松の香りはかぐわしく、まるでふるさとのような眺めと匂いでした。灰色の海が青森湾で、その向こうには津軽海峡。私の長い陸路の旅は終わったのです。ある旅人から蝦夷行きの蒸気船が夜出ると聞き、嬉しさで興奮した状態で、私は4人の車夫を雇い、引いたり押したり持ち上げたりしながら青森まで運んでもらいました。青森は灰色の家並み、灰色の屋根、屋根に乗せた石も灰色の町で、灰色の湾を囲む灰色の砂浜にあるというみすぼらしい佇まいのところですが、県庁所在地なのです。イザベラは汽船に乗り込んで嵐の津軽海峡へ。蒸気船はおよそ70トンの旧式な小型外輪船で、宿泊のできる客室はなく、デッキに一つキャビンがあるだけです。海藻帆船のように清潔できちんとしていますが、海藻帆船と同じく悪天候には全く向きません。船長も機関士も乗組員も全て日本人で、英語は一言も話しませんでした。私の服はとても濡れており、夜になると昼間より寒くなりましたが、船長が親切に何枚かの毛布で私をくるみ、床に座らせてくれたので苦しい思いはせずに済みました。夕方早くに出港した時は清々しい北風が吹いていましたが、それが南東の風に変わり、11時には強風となりました。
海は波が高くなり、蒸気船は何度か骨を折りつつ重いうねりを進みました。キャビンにかなり水が入り、船長は30分ごとに下まで来ては気圧計を見たり、お茶を飲んだり、私に角砂糖をくれたり、顔をしかめて悪天候を示す仕草をしたりしました。容赦なく波に揉まれているうちに午前4時になり、今度は大雨が降ってきて、それとともに強風は一時的にやみました。この船は夜間航行には適さず、悪天候が予想されるときは必ず港に入っています。それに今回の強風は1月以来津軽海峡を見舞った最悪の強風だと言われ、船長は船の心配をしていましたが、そうでありながらもブリトン人さながらの平静ぶりを見せていたものです。イザベラを乗せた汽船は嵐の中を14時間かけてようやく函館湾に入りました。強風で蒸気船は欠航していると思われており、私を迎えに来た人は誰もいませんでした。私はデッキのある三班に集まった50人の日本人と共に上陸しましたが、このような暴風雨の中では半マイル行くのに1時間半もかかりました。それから税関里が遅いまどろみから起きるまで、吹きさらしの浜で風雨にさらされながら待ち、その後嵐と格闘しつつ急な山道を1マイル登りました。私は領事館に快く受け入れていただくことになっていましたが、それを知らず、ここ英国聖公会牧師館に来ました。デニング夫妻が東京でお会いした時、親切に招待してくださったのです。私は文明化された住まいに入れるようないでたちではありませんでした。衣服は濡れているばかりでなく、帽子のてっぺんまで泥だらけになっています。手袋とブーツはくたびれきっており、泥の跳ねた荷物は海水で濡れていましたが、生涯すべてを乗り越えてきたこと、江戸を立った時の心づもり以上の目的を成し遂げたことに幾分もっともな勝利感を覚えています。北の海の音はなんと耳に心よいのでしょう。荒れ狂う風のうなり吠える声はなんと元気づけてくれることでしょう。雨のザーザーと降る音すらふるさとのようで、体の震え出す寒さは刺激的です。鍵のかかるドアのある部屋にいる嬉しさ、簡易ではないベッドにいられる嬉しさ、良いニュースをもたらしてくれる23通の手紙が届いている嬉しさ、その手紙を暖かく静かな英国式の家屋で読める嬉しさは、あなたには想像もつかないでしょう。イザベラの旅はまだまだ続きます。明治初期、文明開化に沸いていた日本を訪れ、その本当の姿を冷静に見続けたイギリス人女性イザベラ・バード、日本に振り回され、そして日本を愛したイザベラ、後年旅行記が出版された時、彼女自身が書いた文章が冒頭に付けられました。日本のことを知らないイギリス人に向けて、彼女はこの国のことをこう紹介しています。この細切れ状の帝国の面積は147,582マイルで、これはつまりグレートブリテン島、アイルランド島、プロシア、あるいはイタリアより相当大きく、フランスよりかなり小さい。また清国に18ある省のどれにも広さでは達しない。3800ある島々のうち最も重要なのは本州、九州、四国、蝦夷である。4島とも山岳性である点では世界有数で、活火山がいくつかある。また死火山はほとんど無数で、そのうち有名な富士山は高さが13,080フィートあり最も高い。森林地帯の面積は高地の4倍ある。湖は少なく、琵琶湖以外は小さい。小川は無数にあるが、河川は大概短く、航行にはまるで適さない。土壌は主に崩壊した玄武岩で、当然あまり肥沃ではない。
景観は往々にして雄大で、ほぼどこも美しい。単調な場合も、ヒュブナー男爵のおっしゃるように、単調という市場なのである。春と夏を通しての植生と緑の豊かさは実に素晴らしく、日本列島はエメラルド諸島と十分呼べるくらいである。冬ですら樹木がすっかり落葉して何もかも茶色だらけという状態とはならない。150種ある常緑樹が落葉樹の緑のない部分を補い、どこを眺めても芽吹いている農作物の新緑や雪で覆われた葉を照らす真っ赤な椿の花で輝いている。日本の山々は森林で覆われ、谷間や平野は美しく耕された庭園そのものである。